え高校生がインスタに載せた写真がツイッターに無断線転載されバズってしまい個人情報まで特定されおもちゃにされる騒動が最近起きましたポテチを食べている女の子が写っていたのでポテチアネキ騒動と呼ばれていますもちろんネットにアップしたのも悪いという批判もわかるんですが晒された未成年の顔写真でコラ画像を作りまくる狂ったブームが起こったことが怖くなりました一度退院された人なら何をしても許されるという風潮はどうすればよくされると思いますか多分抑止されることはないですね無理ですね 結局そのあの人をいじって楽しもうとする人っていうのが一定の割合いてでそれを止めることは不可能なんですよね。で刑事罰になるほど大きいものではないのでじゃあ情報開示請求して裁判しますっていうので例えば最近でいくとあの テラスハウスっていうテレビ番組に出てた女子プロレスラーの木村花さんっていう人がいるんですけどでその人がまあネット上ですごい中傷されましたっていうので結果としてあの自殺をしてしまうことになったんですけどでそれの中傷してた人を訴えるっていうのを遺族がやってでその裁判のあの賠償金賠償金じゃないかえっと過料で9000円なんですよね。 木村花さんをを中傷しましししままたたたななのであなたは悪いことをしましただから9,000円,円払って終わりっていうでまあその就職する時に前科があると、まあ、その履歴書とかに前科書かなきゃいけないっていうルールがあるんですけどぶっちゃけ履歴書に前科書かなくても咎められることほぼないのであの転職する時に前科前歴をいちいち書く人って馬鹿正直なだけでほとんどの人やらないんですよ。 なのであの実質的には9000円払って終わりっていうことだったりするので割となんか日本はそういう国なのかなと思ってたりします。はい